で、関節抜きの方法をあんまり詳しくやってないので、絵に描いてみました。それがこちらです。食べるの動画を作りました。1泊2日で大人向けの鶏を1羽自分で締めて、それを丸々使いながら料理しながら、暮らすという1泊2日のイベントをやった時の動画です。関節抜きという方法でやってます。賛否あるかと思います。関節抜きという方法は、私が採用してるのは、首を切って血がだらっとこう出るっていうことがなくて、放血っていうね、放血、血を放つ、放たれる血、放血をしないで済む方法なんですね。で、鶏を絶命させて、それを、そこから毛をむしったり、首を落としたりっていうプロセスがあります。関節を抜いてひっくり返して、こう、吊るしてる間に、首のところに、血が溜まって、血の処理も比較的楽っていう方法です。で、関節抜きの方法をあんまり詳しくやってないので、絵に描いてみました。それがこちらです。関節抜き。鶏のここの骨、首のね、頭蓋骨のすぐ下の骨を抜くんですね。頸椎を抜くっていうことになります。で、イメージとしては、まっすぐ、強くまっすぐ上に引くっていう感じです。なんだけど、私は気持ち反らすように、この部分に、指をかけるというか、しっかり握るんですね。頭蓋骨をしっかり握って引っ張るときに、気持ち反らす感じでやってます。それの方が抜けがいいような気がしています。これは経験則です。で、あとはね、抜けたら、関節が抜けたら思ったよりここは隙間が空くので、だらんと伸びる感じです。関節抜きをやる最初の頃は、抜けたと思ったんだけど、実はそれ抜けてなくて、鶏をいたずらに終わらせただけだったっていうことがしばしばありました。抜けたら、もうここの隙間がパカッと開くので、もう皮だけで、こう皮が伸びる、皮、皮は伸びますよね。なんで、ここは関節が抜けたら、皮がダラーンと伸びる感じで、もう明らかに、まあ感覚的には5センチから6センチ、あ、まあもっとかもしんねえな。あ、じゃあちょっとあやふやに言っとこう。3センチから8センチぐらいここの間が、くっついてたはずのところがパカッと開いたような、そのぐらいもう指で首の皮をこう触っても、その中に骨の感覚はないぐらい、そんな感じになるので、やりながら確認してみてください。鶏のさばき方はいろいろありますけど、この方法は血がいっぱい出ない代わりに、子供の力ではちょっと難しいです。大人の男性の力じゃないとなかなかできなかったっていう、やりにくいですね。女性の場合、しっかり足を握って、で、首を伸ばす。で、足から首、あ、頭蓋骨までって結構距離があるので、もうね、体いっぱいに引っ張って、その上でさらにこう力を込めて頭蓋骨を抜くっていうことはなかなかやりにくいということでした。なんで動画の中でもご紹介してますけど、参加した方が思いついたのは、もう足で踏んじゃえと。足で、鶏の足を踏んじゃって、まっすぐ上に、両手で頭蓋骨をしっかり握って、まっすぐ上に伸ばすような、そんな動作で関節抜きをやるっていう方法も、で、女性の場合は成功しました。あとは、オンドリの強そうなやつとか、
それは関節抜きがしにくかったです。私はウコッケーとボリス・ブラウンという鳥を持ってるんですけど、ウコッケーの音取りはできなくないけど、かなり力が必要でした。ボリス・ブラウンっていうのは卵用の鳥ですね。卵用の茶色い大きな卵を産む鳥なんだけど、それは比較的やりやすいですね。面取りだったこともあると思います。なので私が調べた時は、音取りは強くてやりにくいって確かにその人も書いてたんですけど、実際その通りだと思います。強くてやりにくいけどできないことはないっていうことも分かってます。ということで、鶏の締め方のうち関節抜きに興味があってこの動画をご覧になる方は、あんまりそこのとこ関節を抜く方法を詳しくやってなかったので、先にフォローしておこうという、そういう目論見です。この行事でキャンプインストラクター資格というのがあって、その資格の実習を含むという、そういう行事になってるんですね。なので、鳥をさばいて、さば、あ、鳥を締めるだけではなくて、もう鳥を捕まえるところから、料理して食べるところまで、その一連のをやっていく中で、火を起こさなきゃいけないとか、料理をしなきゃいけないとか、まあ、包丁やナイフの使い方を覚えなきゃいけないとかっていう、そういうプロセスも含んでキャンプの実習になり得るテーマとして、鶏をさばいて食べるっていうことをやってみました。で、その時の動画ということになります。何かご参考になればありがたいですけど、まあ、主にはこの講習に参加してくださった方、この行事に参加してくださった方の記録という目的で YouTube にアップするので、全体的に情報不足というか、いろいろお知りになりたくてたどり着いた方には説明不足な動画になってると思うけど、なんとかためになりそうなところを拾い上げてご参考になってください。まあ、説明は大体以上です。それではご覧ください。